県議会が7月14日に終わりました。そして、18の議案、2つの予算議案、滞りなく運びましたことを、県議会の議員の皆さん、およびいろいろ報道していただきましたマスコミの皆様に心から感謝申し上げます。そしてもう一点は、先ほど申し上げましたこの度上海と、北京に行ってまいりまして、これまで何年か私どもが産業界と一緒になりまして、北京沖縄定期便の直行便を飛ばしてもらいたいということをお願いしていたんですが、この7月の28日ですから、あと数日しましたら第1便が到着することに相まっております。これは上海から北京にかけて JK 新報さん、タイムズさん、それから OTB のマスコミの皆さんも一緒に行って、もうすでに報道をしていただきましたが、まあ、これから先中国や大陸からいろんな方が沖縄に向かって、大勢の方がお見えになることを我々期待いたしておりますし、合わせて7月1日からスタートしました数字ビザ、沖縄に一泊することを条件に、その後は日本中どこに旅行をどういう形で旅行されるような3年間の数字ビザといいますか、ビザなしといいますか、そういうことが可能になっております。この件は上海及び上海の総領事館、日本の総領事館で記者の中国の記者の皆さんに集まっていただいてお話もしました。また北京でもやらせていただきました。ということで数字ビザの件、そして第1便がいよいよ北京那覇定期便が就航するということが実現しそうです。そういうことですから、いよいよいろんな形で観光業が景気の後退、それから 3.11 の大震災、その他の影響を受けて陰りが強く出ておりますけれども、これから先また国際観光を中心に側の観光リゾート産業が活性化していき、沖縄経済の発展、そして日本経済の発展に資するようになれれば、こんな嬉しいことはございません。これはご報告させていただきます。以上でございます。私からの報告は。今日の午後ですね、合わせ PR 認定事業での新たな事業計画について、第二次訴訟が検討されますが、一つのそれについて知事のお考えをお伺いしたいと思います。まあ、はいはい。あと、まあ、万が一その再び経済合理性がないというような判断が出た場合に、事業が止まる可能性があるのかというのをお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。この合わせにつきましては、私はかねてから埋め立て事業があそこまで進んで長年取り組んできたもので、もあるし、これは国も県も一緒になってですね、そして無論これ地元の強い要請、つまり沖縄市を中心として地元の強い要請のもとにスタートしてきましたから、当然これは早めに完成すべきであるというのが私の基本的な考えです。そして干潟を含めた環境については、今我々が考えられる、ベストに近い状態で、保存維持されているというのが私の考えです。ですが、この間の裁判といいますか、判断を踏まえて、もう一度
少し時間がやっぱり経ちすぎてたっていう感じもありますから、いろんな形で今の状況に合う内容になっているか、もう一度しっかり立ち止まって検討しようということで、これも無論沖縄市を中心にまとめてきた内容で、沖縄担当の大臣とか関係者の意見も踏まえた上で、これならいけるということで、自信持っていけるということで判断したものでありますから、ただ面積が、埋め立て面積が予定の半分にはなりましたけれども、早く完成させて、沖縄の特に中部経済圏の発展に資するように、ないしはその中核的な空間になりうるように、県は頑張って、県も頑張っていきたいというふうに考えております。ですからそういうことが私の考えですから、今の広島さんのご質問に対しては、まあいろんな人がいろんな意見を持っていることは確かですから、これがそれぞれの意見に従って行動されることについて私がどうこう申し上げるわけではありません。ただ私の考えは今申し上げた通り、そしてこれから先万が一また裁判にで、まあ、負けると言いますか、その相手側が勝ったときにどうするのか、勝ったときと言いますか、どうするのかっていうのは、これちょっとあまりに仮定の議論ですから、ちょっと私の方では答えを差し控えさせていただきたいと思います。負けらしいのというのがあるし、来年の先ほどの新沖縄振興計画の協議についてなんですけれども、はい、少し政府がですね、いろいろ、安定政府にですね、こう想定よりも少し遅れているんじゃないかと、協議がというふうに見えるんですけれども、はい、知事はその点についてですね、懸念がないかどうかというようなことをお伺いして、現時点で懸念材料、事故がないかどうかというのは。いいでしょうか、はい、ですね、確かにこれまで4回日本復帰をした昭和の47年からですね、4回こういう作業をやってきてるんですね。今度は5回目の作業です。無論毎回ですね、ギリギリまでの議論と攻防戦が政府との攻防戦という意味で政府との間で続きます。ですからそういう意味では、沖縄振興について中身いろいろご理解がいただきながら、もう具体的な特別な措置の中身についてはですね、これ実務的にもそれから予算の面でもどういう条件付きになるのかも、実はかなりギリギリしたですね、詰めが毎回行われてるんですよね。私も過去2回ぐらい何らかの形でタッチしましたが、そう簡単にホイホイホイっていくものではありません。ですからこれは日本の政府のお役人っていうか、そういうやっぱりその考え方も要するにかなり詰めます、税制にしても何にしても。ですから僕は今回もある意味でそういう今中にただ中にありまして、特に、まあ、非常に遅れているという感は特に持ってはいません。特に今回はこれまで4回と違って、そのいくつか構造的なの違いというか、それを我々打ち出してますので、一つはもっとこの地域主権というような考え方に基づいて、この県ないしは沖縄にその主体性をしっかり持たせてもらいたいというのが第一です。それでその流れとして、一括交付金の仕組みであるとか、それから計画をですね、県の計画に国が支援をするという形にしてもらいたいとか、それから権限以上も同じです、国の出先機関は原則廃止という、これは民主党政権の要するに閣議決定の流れはしっかり実行したらいかがでしょうとかですね、それから国直轄事業も基本的にはこれは県の事業という形にして実行してもらいたいとか、つまりこの地域主権、つまり民主党さんが一丁目一番地と言ってたこれは文字通り地域にとっては確かにこれ考え方として合うんです。ですからそういう
構造改革に近いものを打ち出しておりますので、これまでのような基本的な枠組みが一緒、考え方も一緒での延長とはやっぱりね、ちょっと違うと思う。ですから議論としてはやっぱり時間がそれなりにいるのではないかと僕は思っております。さらに東日本大震災復興計画復興予算、そして国家財政が1000兆にも及ぶ赤字対策、それから医療費だ、いろんなのが日本国の中でいろいろありますから、そういう中で沖縄振興というか沖縄の問題について我々は一番目に持ってくる必要はどうかなと思いますけれども、1に東日本だとすると2に医療、3に年金、4にとこうして5、6なくして7ぐらいには沖縄振興はやっぱりいりますよということを申し上げております。ですから基本的な理解はいただいていると思いますし、6月23日の慰霊の日に総理お見えになった時にかなり具体的にですね、沖縄振興についてはこういうことをやりますよというさっきの大きな枠組みをお話しされている。ですからそういう線に沿って大きな枠組みができれば、これに沿って予算の予算要求であるとか、新しい法律事項であるとか、振興計画の枠組みであるとか、そういうものがしっかり決まっていくと思うんですが、ただ確かにこれはもう予算概算要求が迫っている中で、大きな枠組みは総理が自ら慰霊の日におっしゃっていますから、あの通り政府はおやりになるだろうと思いますが、できれば閣議決定の形とか、なんかもしくはこの政府としての形をしっかり決めて、それを各省のお役人に渡してもらってやっていただいた方が、枠組みの変更に伴う特別な措置の具体的なことを整理するのに、お役所お役人の方がやりやすいんじゃないかという気はちょっとしますね。これはだからもっと明示的にしっかり出していただくというのは少し遅れ、そういう点はちょっと遅れている感がないではありません。ただまあ民放も岡田幹事長を中心に、そして沖縄の県連を一緒になって協議会というのを開いたり、向こうの政調のメンバーが一緒になって党としての考え方を、特に一括交付金を中心にまとめておられますから、あれはまあ一つの我々の要求でして、基本的には新沖新法、新運転法、それから一括交付金の仕組み、それから何と言いますか、計画が もっと自主性を取り入れた計画づくり、そして、具体的なアジアと競争がある程度できる特別な措置、今まであるいろんな措置があるんですが、それをもう少し深掘りしてもらいたいというようなものも含めて5項目言ってます。ですからこれに沿って各省の事務方がきちっとまとめてもらえることを我々は期待しているんですが、もう少しエスプリシットのこれを言っていただかないと、解散要求が迫っている中で、我々は、どういう形で、いくら要求するのか、解散要求基準がまだ出ていませんから、少なくともそこには反映してもらわないと、その要求ができませんからね、まだまだあります。ただし、まあ、政府も非常にお忙しい中で、枝野さんも沖縄担当大臣としてもっと頑張っていただいているとは私は思っておりますから、遅れているというよりいろいろ忙しい中で、よく、やっていただいているのではないかなという感じです。はい、感謝いますの方。すみません、朝日新聞の藤田です。今の振興の話ともちょっと関係するんですけれども、はい、その今の政府の政策がですね、停滞している、まあ、理由として、まあ、菅さんが居座っているからではないかという指摘も多いんですけれども、まあ、それに関して2点お伺いしたいんですが、まずその今おっしゃったその振興を来年度にかけての手続きをですね、しっかり進めるためにという意味で、まあ、菅さんの早期退陣というのが望ましいと思われるかどうか、同じ趣旨で、その、まあ、問題ですけれども、もう菅さんは
まあ、県外知事のおっしゃっている県外説というものはもう難しいと明言されている中で、その意味で菅さんの早期退陣が望ましいと思われるか、まあ、その2点についてどう考えるかお願いします。なんとなく政治についてお答えしにくい政局の話ですし、政権与党の中心でした話のようでもありますから、私はちょっとコメントしにくいですね。まあ、菅さんはどうであれ、今現在日本国の総理大臣、内閣総理大臣でいらっしゃるし、その資格において6月23日、20数万余のですね、いかがの眠る慰霊祭をお目になってきちっと断言されたんですから、これは菅さん個人というよりは日本国の総理大臣としての言葉だと思っておりますから、菅さんの総理としての資質がどうのっていうのはちょっと我々の方で申し上げるものでもないんじゃないかというのが、まあ正直なところです。そして先ほどのもう一つこの普天間基地の説明話というのは、まあ、2プラスで再確認されている形になっている、また辺野古だと言っているんですが、つまりよくわからんのですよね。これはですね、私も1年半前までは辺野古だと言ってましたから、辺野古のことはかなりよく知っているつもりでいるわけですが、その実現可能性、フィジビリティが非常に低くなっているところを持っててどうやって実現するんだろうかっていうのが私の正直な話、気持ちです。つまりできる可能性が高いところと低いところの選択をしないまま元へ戻る、しかももう一つは元へ戻ってくるにあたって県民に納得させるいたかろうかというところですよね。なぜなら彼ら公約、ないしは公約以上のことで選挙を1年半前にやってきてるんですから、まあ、あんまり前の話は言いたくはないです。そこが整理されないまま政府同士で確認するという意味がよくわかりませんでね。で実際にフィジビリティというか実現可能性の極めて低い、ものすごく時間のかかると私はそう思ってますから、ものに落ち着いてくるというのは、その自分方がどう考えてそこを、政治が誰か、両大臣、日米両政府ともですよ、おやりになったのかというのがよくわからないんですよね。ですからあそこの場所が今実実行できる場所かどうかというのは、ここにみんな出先があるんですから、アメリカ大使館も含めて総領事館もあるし、ちょっとねそこはよくわからんんですよ。つまり実務的なことに振り回されすぎなんですね、一旦昔決めたことを、というのがまあ正直な話ですから、これは逆に、私も前は辺野古がやむなしということで言ったんですが、今辺野古にこだわってると時間がかかりますよ。それは5年経つのか10年かかるのか20年かかるか知りません。要するに随分時間かかると思いますから、日本国内の別の場所に探した方が早いですよって言ってるんですよね。これ一個だに今のところしないでちょっと跳ね返されてるんですが、しかしこれは沖縄県知事として私は申し上げてるなんてですよ。そのちょっと政府がなぜあそこで可能なのか、もっとよく聞こうと思ってるんですかね。そこの説明が、向こうに戻った説明がいるんだということで申し上げたら、海兵隊の役割とか何かのパンフレットが出る、あれはあれなりの労作だとは思うんですが、我々が持っている常識を、まあ、常識的にこう言うだろうなと想像する以上、以外の以上には何もありませんしね。海兵隊が、こちらの中にいなければいけない理由というのも、まあ、こういうに違いないなと思う、ステレオタイプな考え方以外の何もでもないですから、正直申し上げて。そういう我々を納得させる論理論拠は何もないんですよ。まあそういうことですから、これは別に菅さんという日本政府なんだと思うんですが、実現が非常に難しい、ものすごく時間がかかりそうなところへ、選ぶ理由の説明もなく確認をし合ったということは、私としては全く理解ができないことだと申し上げるしかありませんね。
どうでしょうか。先ほど市長からの新しい新規のお話の中で出てきた、はい、次の運転はというか跡地利用する新法の話なんですけど、はい、新規の一括交付金等は民主党の考え方も出てきましたけれども、その今次の跡地利用する新法に関してはなかなかこう前に進んでいるような状況が見えないように思われますけれども、知事の今の現状の捉え方とすれば今後のアプローチの仕方確かにこの跡地利用はもともとあれ議員立法で前に作っていただいたという経緯もあるせいなんでしょうか。担当する官庁が 今防衛省と内閣府の沖縄担当部局ということに相まって、これははっきりネットにどっか書いてあるの書いてないです。つまりね、ちょっとそういうところも踏まえて、今度は私ども政府提案の形でもう少しきちっとして、しかも中をこう深掘りしたものにしていただきたいということなんですが、志摩さんおっしゃる通り、実はこれ、進みがそんなに前へ進んでいないことも確かです。ただしその中身そのものというのは防衛の担当の方であれ、その内閣府の沖縄担当の方々がよく知ってる中身でもあるんですよね。ですからこれ決まればなしはどこがどういう内容かっていうのはよく分かっているところですから、一つは地主への給付金をもう少し長くしてもらいたいと、再利用できるところまでやってもらいたいとか、あとは基地への立ち入りを返還前にですね入れるようにしてくれ、これがちょっと難しい部分、これはないわけではありません。地位協定まで絡んでくると、ですから、ですが基本的にはどこが問題でどこが可能かっていうのは実は、専門家事務方では大体みんなよく分かってるところですから、決めの問題だけですね。そうすればつまり中身が内容的に論理的にもその理屈の付け方が難しいというよりも、もうね決めれば内容は固まるものではありますね。ですからそうか、割合僕らはちょっと楽観視野してるんですが、ただ、来年の3月年度末までに、作っていただければいいんで、確かもっと早めに中身が決まればいいんですが、なかなか今政府もお忙しいんで、忘れないでちゃんとやってもらえればいいなと思っているところですがね。よろしいでしょうか。次のアプローチ、今後どうアプローチしていくかということでこれはですね、どうするというより、ああいう中身を作ってもらうということですから、中身に大改善をしてもらおうということですから、文字通り先で政権を担当している政党を中心に、各省に取り組んでもらうしかありませんから、オーソドックスなアプローチの方法しかないんじゃないかと思いますけどね。担当省と担当大臣と担当政党を中心にお願いをしていき、衆参両院の沖縄振興委員会、沖縄の委員会を通じたやり方と各政党への理解と協力をお願いしていくというこのオーソドックスな方法しかないんじゃないかと思いますが、時間しておりますので、これで西口さん。共同通信の出口です。政府の話に戻って恐縮ですが、県外説あくまで主張されている記事ですけれども、仮に県内で辺野古以外に辺野古よりも早く、できるところがあれば受け入れる考えというのは終わりでしょうか。論理的には出てくるご質問ではあるんですけれども、ないんじゃないですかね。ですからこれちょっと答えるというのはおそらくないのではないかと思いますがね。
辺野古より早くというその何て言うんですかね、どんな地域でもですね、賛成する人って必ずいるんですよ。1人いるか2人いるか分かりません。でどんな地域でもかなり大勢の人が反対をするはっきりした。なぜなら去年のその4月25日の県知事大会を見てもらうに41市町村全員が反対してる県内を。ですからこういう状況ですから、こういう状況をどうして政府の方で東京の方で理解できないのか僕はちょっと不思議なんですけれどもね。ですがどんな地域であれ、どんな内容のものであれ、ゴミ処理場であれ、何であれ、必ず賛成する人はいますよ。ですがこれをですね、具体的なものにまとめていくのはどれほどの時間がかかって、どこまで混戦させてそれを継続できるかということでしょう。ですから辺野古でも十何年かかったんですが、あれだって10年は市長さんも同じ考えの人がやり、県知事も大体そういう考えをやり、それでいてずっと50対50の境目ぐらいでギリギリのところでずっと来てますから、そういうもんだと思うんです。どこでももし県内であるとすれば、ですからそれは完成するのに第一まずまとめるのにちょっと時間がかかりますが、さらに完成させるまでの場合、政治的にもそれを賛成派としてまとめていくというのは今沖縄ではそう簡単にはないと思うんですがね。ですからちょっとね、そういう感じ持ってますから、今のようなお答えしかちょっとできませんが、むしろ県外の日本国内を探した方が早いと思います。これで、ね、先月終わりました。